室内競争曲は、アルバン・ベルクが作曲したバイオリンとピアノ及び、吹奏楽のための競争曲。オペラ、ボゼック完成後の1923年から作曲が始められ、シアルノルト・シェイン・ベルクの50歳の誕生日である1924年9月13日を目指して作曲が進められたが間に合わず、1925年7月に仕上げられた。ベルクは、 自身の40歳の誕生日である同年2月9日付の公開書館において、この曲はシェーンベルク及び自身の誕生日、そして二人の20年にわたる友情を祝ったものだと述べている。初演は1927年3月19日にベルリンにおいてヘルマン・シェルヘンの式で行われた。無調で書かれており、音列による作曲技法が使われているが、12音技法はまだ。 導入されていない。作曲にあたっては、序情組曲などと同様に、ベルクの指摘要素が密接に関連しており、音名象徴の活用や、数比的な思考など、様々な意図が込められている。また、ベルク自身が、上記の公開書館において、シェーンベルクのセレナードからの影響について言及している。3という数が重要な意味を持っており、全三学章からなり、 シェーンベルク、ベルク、アントン・ウェーベルンの3人の名がモットーを形成し、ピアノ、バイオリン、管楽器群という3群で編成されている。また、シェーンベルクの50歳と関連した5も重要な数字で、冒頭のモットーは5小節からなり、第1楽章の変装は5回、また、第2楽章のリズム動機は5つの音から構成されている。そして、三五から得られる十五は、 総楽器数と等しい。1935年にベルクは第2楽章をピアノ、バイオリン、クラリネットという編成のために編曲している。これはバルトーク・ベーラのコントラスやイーゴリ・ストラビンスキーの兵士の物語室内楽版と同じ編成である。独奏と13の管楽器で編成される。ホルンのみ2人の奏者が必要となる。 全三楽章からなり、演奏時間は約35分から40分。全曲は通して演奏されるが、各楽章を独立演奏するためのコーダも書かれている。ありがとうございます。